スファイブアイランド、ビートはこれだ。オッケー、じゃあこれでいこうか。行ってもらいましょう。先行レコ、高校チヒロ DJ ファイブアイランド。チヒロさんが相手、前回のリベンジきっちり果たせ。だけどそれだけのリベンジじゃねえ。前回取り損ねたスポットライト取りに来たぜ。決めてできるだけ、この仕掛け分かるはずだぜ。自分のミスは自分で落とし前、つけに来たぜ。分かるかこの仕掛け、これ仕掛けるだけど食べれないでてもどっちが好きなのとろけそう。目の奥分からない、俺お前の顔覚えちゃねえよ。わかってない、足りてないのに、新鮮な酸素あと何、黒い要素が足りてないと足りなげるよ。ねえ、また黒い要素とか言ってよ。前回も地獄を経験してなかったら、なんとかとか抑えてきた。マジで口うるせえ、ワンショットワンキット弾ぶち抜くぜ。パンチライン一発で全部ひっくり返るんだよ、わかるか。つまりここは平等、別に経験とかを糧にしたところで俺には勝てねえってこと。パンチラインだ、愛の愛のお前じゃないってこと。一発で分からすじゃねえんだ。文法ってパンチラインを配達、それが愛もファイトも。使い方分かってね、鬼に金棒よりお金。何誰お金、そんなもんじゃないの、分かる。俺の気持ち喜ばしいとこ、喜ばしいってことよりもやっぱみんな驚かしいってことの方がいいと思うぜ。やっぱ俺はお客さんの目の前でしっかりとかっけえラップをかますことが俺にとっての言葉、わかるか。まるでショットガンみたい三段中、このアンサンブル楽しむことができる。ガンガン打つ俺のヒップホップ人、チヒロさんにもわかるぜ、俺は日本人。何日本人、デモのミスチンパンジー、斜め上のとこ進化した人間に慣れてない、甘さや人、しかも宇宙人。全部合体だ、わかんないか、わかる。俺は大気圏外だ、規格外なサイズじゃないとヒップホップは務まらない。 Why? OK、 Yes、 聞きずれ、行きましょう。先行レッコが良かったやつ、高校千尋が良かったやつ、ウィナーレッコ。Fight!